ここなら大丈夫。転ぶと痛そう。今度は氷の上か。望むところだ。ここならダルマにはなるまい。ギャグの恨みは深いわよ。細かい恨み事より我々の目的を忘れるな。ほのか、行くよ。闇の力のしもべたちよ、とっととお家に帰りなさい。簡単には帰らないわよ。危ない。どうしたどうした。お前の相手はこの俺だ。ちょっと待って。お前じゃない、白い方だ。はぁ、すごいホワイト、スケートもバッチリなのね。よそ見してる場合か。大丈夫ブラック。ここがお前らの墓場だ。悔しい、なんとかしなきゃ。しっかり立てないのだろう。ブラックが危ない。 あれを使えば。ブラック受け取って。何これ保険用のスティックよ。それを持てばラクロスと一緒よ。そんな、いつもやってるじゃない。グラウンドだろうと氷の上だろうと雪の上だろうと相手のタックルを避けてゴールを決めることは一緒よ。ブラックならできる。ホワイトに言われると本当に自分でもできるって思えちゃうんだよね。ありがとうホワイト。ああかかってきなさい。棒切れ一本持ったくらいで威勢だけは良くなったようだね。それで何ができるって言うんだい。あっ、できた。これでいいんだ。こしゃくな。なんの、すごい、やっぱりブラックってスポーツの天才かも。よそ見してるんじゃない。結局何だったのかな。別に何でもなかったからまあいいんじゃない。どうしたの凪さん。ちょっと筋肉痛、ゆうべスケートやりすぎちゃって。スケート。何でもない。あ、はやあかねさん。この唐突さ、でもなんかそれが自然に感じちゃう自分が怖い。さあみんな早く準備して。何もたもたしてんの、時間ないんだからね。何ですか？何ですか？じゃないでしょ。茜先輩自ら可愛い後輩たちのためにたこ焼き屋を一日休んでたっぷりスキー
とスケートの指導に当たろうっていう優しい親心、先輩心なんだよ。迷惑？あ、いえいえ、全然。もう嬉しくて涙が。わかってんじゃん。そうと決まれば1分でも早い方がいいからね。さっさと支度して。渚とリナ、2人は今日1日でバッチリ滑れるようにしてあげるからね。昨日は志保、そして今日は茜先輩のしごきってわけ。筋肉痛なのに。おのか、助けて。いいじゃない、最初に基本をきちんと覚えれば上達も早いと思うよ。そんな。さあさあさあ、茜先輩が待ってるよ。急がないときっと。